はいみなさんこんにちはこんばんは。ここチャンネルのショーが今日は2024年夏食糧危機に直面する日本をお送りいたします。よろしくお願いいたします。日本が食糧危機に直面します。これはね、じわじわと来てるんですがなんかね、人間っていうのは 少しずつ変化が起きていくと、3日、4日で慣れてしまうんですよ。これあの、匂いなんかもっと早く慣れるんですよ。知ってますか例えばあの、なんか、え、嫌な匂いだなっていうね、なんか嗅いだことありますよね。わ、私はこの匂いはダメなのよっていう匂いあるじゃないですか。で、その時一体どうしたらいいのか。まあ、毒じゃなければですよ。その匂いがね、毒だったらダメですけど、あの、ある方法があるんですよ。人間の鼻というのはね、 匂いを1分以上嗅いでると、嗅ぎ続けているとね、その匂いが麻痺して匂わなくなる。全くわからなくなるというね、まあ、便利なのか不便なのかわからないですけれども、そういう機能が備わっているんですよ。これおそらくね、嫌な匂いを長く嗅いで、うわあもうやだやだ、うわ具合が悪くなっちゃうっていうのを多分防止するための、 本能なんですよ。防衛能力。防衛本能なんでしょうね。では、どうすればいいのか。嫌な匂いがね。漂ってきたときに。今の解説で分かりますよね。臭い、なんか嫌だ。<laughs> この匂い。この、<laughs> 私、この匂い、大嫌いなの。思いっきり吸い込めばいいんですよ。<laughs> 1分以上。本当の話ですよ。 クンクンクンクーンって。<laughs> そうすると、匂わなくなるんですよ。本当なんですよ。でも、それがね、体に良くない匂いもありますから、その場合は、ちゃんと、風下、風上、どっちに逃げればいいか。さて、どっちでしょうクイズです。嫌な匂いが漂ってきました。その匂いの、風上に逃げる風下に逃げるどっちですか当然、風上ですよね。 その匂いの風上に逃げれば、ね、匂いは風によって風下に流れるんですよ。わかりますよね風と一緒に匂いが流れていくんですよね。で流れていく方にいたら、いつまで経っても匂いますから、ね、だから、風上に行って、その匂いを追い越して、その匂いの発生源を追い越して、風上に行けば、まあ、匂わなくなる。だから、それはもし、あの、あんまり体にいい匂いじゃない場合ね。 黙々と出ている場合は、やっぱり大事なんですよ。風がどっちから吹いているのか。自分はどこに逃げるのか。風上ですよ。風上を目指すんですよ。ね。まあ、それを覚えとかないと、風下にどんどん行っちゃうと、どんどん匂いが襲ってきますので、ただ、これがね、1分間吸い込めば匂いはしなくなるんだけど、毒な匂いもそうなんですよ。 でも毒の匂いはしないといけないじゃないですか。だからね、これがね、やっぱり自分でちゃんと判断しないといけないですよね。でも吸い込むの嫌だなっていう人は、とりあえず風上に逃げるんですね。移動するんですよ。焚き火をしていてもね、風下に立ってる人って結構いるんですよ。でごほんごほん言ってあ、なんか目がしみるってね。ええ、それ風上に回れば大丈夫なんですよ。 だから、そういうのもね、あのよく考えて、ああ、風が吹いている風の流れで、匂いは風下に全部行くんだなっていうのが分かっていれば、まあ、避難する時もね、またはちょっとした匂いを避ける時も、ずいぶん違うんですよ、煙を避ける時もね。だからそれを覚えておくといいのかもしれないですね。まあ匂いの話はそれぐらいにしてですね、この夏に食料不足に直面する、もうすでに始まっている。 ということなんですが、どういうふうに始まってるか、あの少しずつなので、慣れてきちゃってるんですね。さっきの本当にに匂いと同じように、慣れてきちゃってるので、食料不足じゃないよな、今っていうふうに、調整が入っちゃってるんですよ。自分の心の中でね、頭の中で。実は食料不足なんですよ、今。なんだけど、スーパーに行けばね、まあ、品物まだいっぱいあると、 えまだこんなにいっぱいあるし、ね、ファミリーレストラン行っても、高くなってるけれども、頼めば一応出てくると。なんだけど、続々とおかしくなってるんですよ。アメリカのね、レッドロブスター、潰れちゃいましたよね。まあ、なぜ倒産したかって言ったらね、破綻したかって言ったら、エビ自体が高騰しているのと、あと人件費が高くなったのと、あと輸送コストとかね。 あと、冷蔵にしたり、冷凍にしたりする電気料金とか、ももろもろ少しずつ全部合算して、いや、もう経営していけないということになったんですよ。でも、これから続々と外食産業なくなっていきます。淘汰されるんですね。原材料もないんですよ。ないから高くなっているんですよ。だから日本のね、原材料がどん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 なくなってきてるんですよね。今日、野菜売り場行きました。行きましたけども、 野菜売り場で野菜を見ても、ネギ1本でもね、ね、もう値段2割3割と上がってますよね。前は98円とかね、78円で買えたネギが、今1340円するじゃないですか。ね。だけど、慣れてきちゃうんですよ。いつも130円ぐらい、138円とか見てると、ああまあ、138円が当たり前なんだな、というふうに、138円がもう基準になっちゃうんですよね。 で、キャベツが1000円超えている。だけど、半分だと480円で売っている。うーん、480円か。毎日見ているとね、あんま480円普通なんだなってなっちゃうんですよ、人間って。これが不思議ですよね。だけど、いつの間にかお財布を見たら、え、こんなに減ってるえ、何使ったのという現象が起きてるんですよ。だから、全体的にいろんなものが高くなって慣れてきちゃってるので、 まあそれが当たり前の価格なのかなと思いながら使っているそのお財布の中身のお金がどんどん減ってるんですよね。でもそれには慣れてないので、ええー、なんかお財布の中いつの間にか空になっちゃった落としちゃったのかなとかね。慌ててる人いっぱいいますよ。誰かに、ね、取られちゃったのかとかね。騒いでる人もいるんですよ。いやいや、そうじゃないんですよ。自分で使っちゃったんですよね。で、前も何回もお話ししましたけど、レジ、出たところでみんなね、 レシートを睨みつけてるんですよ。半夜のように。みんなの顔がね、半夜化してるんですよ。まあ、俗に言う半夜ですよね。<laughs> 本当に。みんな半夜に,になってるんですよ。半夜に,になってレシートを睨みつけてるんですよ。おそらくあれはね、いや、なんか間違ってんじゃないのレジの人。っていうことで、ピッピってやっている、2回ピッピってやっちゃったんじゃないのとかね。 でも間違ってないんですよ。レシート。正確なんですよ。あれあれ間違ってない。うわぁ、高くなったんだな、ということですよね。今まで4000円とかね、3000いくらで買えていた一籠ね。今、8000円、1万円は当たり前ですからね。まあ、高いのばっかり入れちゃうと、1万2三千3000円とか、一ゴでいっちゃうんですよ。だってそりゃそうですよね。だってキャベツがね、一つ1000円ですよ。 で、オリーブオイル1本ね、3000円のもありますから、オリーブオイル2本入れただけで6000円ですもんね。で、キャベツ1個入れたら7000円でしょ、それで。キャベツ1個とオリーブオイル2本で7000円ですよ。もうどんな、いやいや、もうそれでハーゲンダッツとかバカみたいに入れたら、いやもうね、1万円じゃ足りないでしょ。そういうような時代に突入してるんですよ。これって品不足、食料不足なんですよ。 だけど、やっぱり慣れてしまってね、みんな感じなくなっちゃってるんですよね。本能が鈍っちゃってるんですよ。これはね、もっと加速していきますよ。もっと加速する。食べ物の種類はどんどん狭まっていく。これはなぜかって言ったら、仕入れ担当者が言っていたんですけど、スーパーのね。もうね、高くてね、仕入れを考えなきゃいけないんですよ。うん、だから豆腐もね、今まで、いやー、 うちは6社ぐらいからね、6種類ぐらい入れてたんだけど、いや、高すぎるな。もう、この4社でいいかなって言って、あの、本当に3分の2ぐらいに絞っちゃってるんですよ。なんだけど、それってまだお豆腐が並んでるので、ああ、まあ、品不足って、なんか、うん、なんか誰か言ってたけど、そうでもないじゃん。豆腐いっぱいあるじゃん。うん。それは、 仕入れがね、ある程度安い豆腐がブワーッと横に並んでるんですよ。で、今までの高い仕入れのね、高くなってしまった仕入れ、今まで入れてたんだけど、それも仕入れられないので、それなくなってるはずなんですよね。そうすると、そこの豆腐会社はだんだん経営がきつくなって、やめちゃうわけですよ。いやー、これきついな。大豆の輸入もね、輸入大豆だって高いしね。 電気代もかかるし、人件費もかかるし、いやーもうそろそろ潮時かなということで、やめちゃうんですよね。だから、もうそういうのもあるんですよ。そういうのもあって、原材料はある程度、まあまあある、でも高騰してるんですよ。で、原材料なくなっていくんでね、やっぱり奪い合いにもなっていって、そんなに豆腐ね、あの本当にちゃんと今まで通りの量作れるところって、これから少なくなっていくわけですよ。輸入する大豆がね。 高騰している。量も減っている。小麦も同じなんですよ。まあ安定してたんだけど、また値段上がってきてるしね。あの、値段上がってると同時に、量がちょっと減ってきてるんですよね、今ね。まあこれいろいろな問題があってね。まあちょっとね、世界経済とか世界事情があんまり良くないんですよ。あの、スムーズに今流れてないんですよね。いろんなことがあって、これはね。 だからそれと同じようにエネルギーもそうですよ。あの原油とか天然ガスの流れが今ちょっとね悪いんですよね。それはあの海峡が封鎖されたりとか、ドンパチやってる影響が多大なんですよ。大きいんですよ。うんだから日本にね、日本ってあの食料も原材料も、ね、あの鉄鋼も木材も、ね、薬の原材料とかも全部輸入じゃないですか。ね、で、エネルギーもそうですよね。 石油なんかも全部ほとんど輸入なんですよ。自前のものないんですよね。天然ガスもそうじゃないですか。天然ガスはまあ出資、ね、してるって言っても、やっぱ北の方から持ってくるわけですよね。他の国から。から日本じゃないんですよね。日本も、まあ、あの出資、投資はしてるんだけれども、結局は外国にあるところから運んでこなければいけないと。だからそれを考えると、もう貿易とか船とか止まったら、もう氷漏攻めになっちゃうんですよ。 でもそれってもうすぐ起きます。間違いなく。これはね、もう食料なくなる。なくなっていくと同時に、まあ、エネルギーもなくなる。エネルギーなくなると、前、まあ、言ったように停電しちゃうんですよね。停電すると余計食料不足に拍車がかかるんですよ。だってもう、あのエネルギー入ってこないから停電はするわね。配送のトラックはガソリンが足りないから動かないわ。 停電してるからガソリンスタンドも稼働しないですよね。で手でこうやってあのポンプで上げるガソリンスタンドもあるんだけど、そんなもんあの全部じゃないからね。ら限界があるんですよ。あと浄水場も電気なので停電してしまったら水も出ないしね。だから経営していけないですよ。あっちこっちのお店もね。だからそれを考えると、食料不足に拍車がかかっちゃうんですよね。停電すると。だからエネルギーがなくなっても食料不足になる。ね、大きい揺れがドカーンとか来ても、 食料不足になる。だもうね、あらゆる条件が食料不足を指さしてるんですよ。だから食料不足に、もう今なってるんだけど、気がつかないですよね。あの種類がどんどん少なくなってるんだけど、まあ、スーパーに行って品物がなんかあるように見せてるんでね、スーパー必死なんで。だから、いや、まだあるな、まだある、うん、まだある、まだ食べるものあるっていうふうになって、慣れちゃってるんですよね。 もう人間の慣れなんですよ。慣れって怖いですよね。値段が今上がってますけど、それも慣れなんですよ。まあ、X の方とかでね、旧ツイッターの方とかでい,いろんな投稿を見させていただいてるんですけれども、やっぱりね、値段がこう上がってきて、いや、ここのラーメン600円だ安すぎるよ、値上げしても全然自分はここ通うから、まあ、むしろ値上げした方がいいよねっていう意見があっちこっちちらほら見えるんですよ。で、まだその人は余裕があるのか、 何かを勘違いしちゃってるのかどっちかですよね。うん、だって、値上げしてもまあ当たり前だだ,だからね、値上げがね、当たり前だし、値、まあ、上げはもうみんな値上げだから、もう当たり前だし、それ受け入れるしかないんだよねっていうふうに慣れてきてるんですよ。でもさっき言ったように、気がついてみたらお財布の中のお金が1円もなくなっちゃうんですよね。で、カードで、いや、これ今月なくなっちゃったから現金ないから、もうカードで買い物するしかないなとか。 カードでお金借りたりとか、そういう人がもう多くなってるんですよ。今、もう現在。もうね、支払いができない。これ、今現在でもギリギリじゃないんですよ。もうギリギリ超えちゃってる人いるわけ。ギリギリっていうのは、今入ってくる収入、入ってきてる収入が全部出てっちゃって、なんとか生活はできてるっていうのがギリギリなんですよね。収入と支出が、まあもう帳消しになっちゃってると。ゼロだと。これギリギリって言うんですけど、そうじゃなくてカードで、 クレジットでお買い物しなきゃいけなくなってしまってるとか、カードでお金をね、借り入れしなければいけない状態というのは、もうマイナスになってるんですよ。ギリギリとは言わないんですよ、それを。ギリギリをもう超えちゃってるわけ。それをね、絶対壁に当たっちゃいますよ。大変なことになるんです。ねえ、あなたな。な、なんだろう。あなた最近なんか様子おかしいわよ。おかしいな,なえ、なんかおかしいよ、俺。 うーんなんかこそこそなんか伝票みたいの見たりとか、なんかしょっちゅうスマホでなんかこそこそなんか見てるじゃない。何やってんのいやなんでもないよ。ほら仕事でさ、あの営業やってるじゃん。だからいろいろなんか情報を仕入れようかなーなんて思って見てんだよ。本当でも前はそんなやってなかったじゃないいや、本当、本当に本当に。 なんか、やっぱりほら、今、生活、いろいろみんな大変じゃないの。にあがって。だからさ、収入、営業の成績、部合制じゃな俺。だから、ちょっとでも上げようかなと思って、い、ま、ろ、あ、んな情報を集めてんだよ。うーん、そうなんだ。うちって大丈夫なのん何がうちって、だって、あのそのそほら、部合制って言ったけど、私、あなたのお給料全然知らないんだけど、うちって子供2人もまだ小学生じゃない 上が6年生でした4年生で、大丈夫何が大丈夫だってゃお金お金。お金うち大丈夫なの大丈夫だよ。全然平気だよ。ほんと問題ないよ。え、あの、聞いてもいい何をんあの、不愛性って、早い話が営業の業績によって、毎月入ってくるお金が違うってことでしょまあ、基本給はあるけどね。 基本給いくらうん、基本給だ。まあ、大体13万5千円かな。あ、9、あ、あるんだ、それだっけ。うん、13万5千円か。で、あの、部合でいくらぐらいなの大体。いや、そう、毎月、月によって違うよ、それ。いや、それそうだけど、例えば先月とか、あの、今回、これから入ってくるお金あるでしょそれ先月分の部合なんでしょおん、まあ、そうだね。 でそれっていくらぐらいなのその13万5千円じゃなく、その、入ってくる、そのプラスの部合っていくらぐらいなのえっ、ー、と、そうだね。25万かな。25万だいたいそう。え、13万5千円と25万足すと、38万5千円ってこともうそうだな。手取り、いぶそんなもんで38万5千円。 ああ、そっか。じゃあ、まあ、やっていけるんだね。もう、38万5千円でな。でも、家賃ほら、上がったじゃないああ、14万になったんだよな。うーん、高いよねい。家賃の他に管理費あるでしょで、あとは、あの、子供の塾の習い事とかのお金が、どうしても5万円かかるのああ。ちょっと待って待って。家賃14万だよな。 で、5万かかんの十19万だよなどうしてもいるお金がな。うんどうしてもいるお金はもっとあるよ。な、な何があるのお金だってこの、電気代とかガス代とか水道代とかあるでしょあと、みんなスマートフォン持ってるじゃない子供たちも。うん。えー、っと、だから光熱費だけで3万円。電気、ガス、水道でそんなかかってんの そんなってみんな、それぐらいで、え、だって電気、水道、ガス全部だよああ、そっか。もうそっか、家族、4人家族だとそんなもんか。そう、そうなの。3万円は絶対かかるの。3万、まあ。で、スマートフォン、いくらだっけスマートフォンは、もう私もあんまり使わないから一番安いプランで、子供たちもね。1万円ぐらいかな。4人でね。おー、4人でね。え、ということは、 え、ちょっと待って、光熱費が3万で、スマートフォン1万で4万で、19万に4万足して、23万か。うん、だから絶対かかるお金は23万なんだけど、車があるでしょで、駐車場代とか、まあ、車検代を月に鳴らしたりとか、まあ、整備したりするよね、ガソリン入れたり。だからそれを考えると、1ヶ月2万円は絶対かかるのよ、ガソリン入れて。 駐車場代1万1000だったっけねだ ?2 万円ぐらいかかるの。あうんえ、そんなにかかるそんなかかるのえ、23万、2三万だ。二万。万もうじゃ二十5万ぐらいは、絶対、もう最低、何が何でもかかるってことそうだね。25、ね、万はかかるねいや。食費入ってないよな、今の。 そうだから25万で、あと食費とかあなたビール飲むんでしょ、毎日。そういうの入れると、やっぱりまあ5万ぐらいいっちゃうじゃない子供たち、お菓子とかも食べるし。だから月にね。うんだから30万かかるよね。うん、38万5000円で30万絶対かかるんだと、8万5000しか残らないのか、うん。で、あと生命保険とかあるじゃないね。だから、ほとんど残んないよね。 うんほとんど残んないよな、それだな。でしょうで、まあ、あなたが支払い、それしてるんだろうけど、あの、大丈夫ん大丈夫だよ。だって支払い、だって引き落としだったらあれで。で、そうだよね。5万円は、だから、食費って言ってあげてるじゃん。だから、塾のお金とかも引き落としだし。まあ、全然大丈夫だと思うよ。ギリギリじゃない うん、まあ、そう、まあ、ギリギリかなギリギリだね、うん。ずっとこれで大丈夫ギリギリで平気うーん、まあ、いざとなったらどうしようかなだってほら、なんか人の結婚式とか、そういうので、なんか包んでいかなきゃいけないとかあるでしょそういうの。あるね。そういうのとか、あと、お盆とか、ね、年末とか、お正月ね。 あの、あなたの実家に結構遠いじゃないみんなで、あの、電車乗っていかなきゃいけないじゃないね。だから、そういうお金とか、こういうか大丈夫そううん、ね、それなんだけどさ、実はね。え実は何うん、まあ、言おうかどうしようか、ちょっと迷ってたんだけどさ。え、な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 、にな、何？今の仕事をさ、やめようと思ってんだよね。や、やめるえ 辞めるって、え辞めるって次の仕事も決まってんの決まってはいないんだよ。えただ辞めんのいや、ただ辞めるって言うわけじゃないけど、まあ、無理なんだよな。無理え、な、な、私の方が無理よえいや、そうじゃなくて、無理、いや、あの、仕事が人間関係がさ、あの、社内の。 もう結構きついんだよ。だってあんた営業で外に行ってるんだから関係ないでしょいや、関係あるんだよ。帰ってきて、ほら、やっぱり、今日はどうだったとかさ、月に何回も会議があって、何してるんだ、たるんでんじゃないかとかさ、部長がすんごいあのうるさいんだよ。あ,あ部長となんか折り合い悪いって言ってた方がいいよね、前ね。そうなんだよな。だから、<laughs> やめたいんだよ。え、でも38万5千円はもらってるんでしょ うんまあなや、やめるってど、どう、でも何やるのああ、やめて、<laughs> なんか、あの、洗剤とか売るやつ、なんか友達がすごいお金になるって言ってさ、洗剤うん、洗剤売るんだよ。洗剤私、耳がおかしくなったのかしらおかしくないよ、洗剤だって。 洗剤ってあの石鹸とか洗剤の洗剤そうだな。洗剤。洗剤を売るの健康食品もあるよ。えどういうことなんそれを、俺ほら営業でさ、知ってる人いっぱいいるじゃん。いや、それを、なんか売るとね、あの、すごい、なんていうのマージンっていうのかななんか、みんなに売って、これいいよって言って、 なんかその人たちがいっぱい買うと、なんか15%ぐらいなのかなみんなのその売った会員みたいになんかなっていいなって言って、まあいいなって言って買って会員になってくれると俺にマージンがまあどんどん入ってくんだよ。うん。それってそんなうまくいきそうなのうん、もう,う知り合いの人は、あの、田中っていたじゃん。 ああ、なんか会社半年前に辞めたのよね。あ,あいつがさ、やってんだよ、今。あ、それやってるのうん。それ結構、毎月50万ぐらいなってんだよ。結構なってるんだね。うん。だからまあ、あいつがだから、いや、もう会社なんか辞めて、これやった方が全然いいですよって言って調子いいんだって言って、だからなんか、まあ、紹介じゃないけど、やったらどうですかって言われてさ、 なんかそういうのもいいかなと思って、ほら自分でやるっていうことじゃない結局な。な自分でなんか誰にも言われずに命令もされずにさ、なんか自由にこう仕事できるみたいな。なんかいいらしいよ、それは。え、でも二人も子供いるんだよ大丈夫今38万5千円は手取りでもらえてるんでしょうんうん。大丈夫かなえ、それって、 今借りている住宅ローンの返済とか、住宅ローンとか、大丈夫なのその会社辞めちゃって。もう大丈夫なんじゃないかな収入があって、ちゃんと返してればいいんじゃないか本当にえー、なんか不安だな。それってでも自分でお客さん開拓するんでしょ、まあ、そうだけど、れ営業で結構いるじゃん。あの、お客さんっていうかさ、知ってる人が。え、そんな えそういう人のとこに行って、洗剤どうですかって言ってで、会員になると、あの、安く入るし、いいですよって言って会員にさせるってことんそうだね。えぇ、ー、うまくいくかしらそんなの。大丈夫じゃないか田中もやってるしさ。いや、えー、もう私やだな、なんか、それ。そうもうやめるって言っちゃったんだよね、会社に。えー ええー、嘘でしょ本当。<laughs> <と>え会社に辞めるって言っちゃったのうん、えー。もうやだ。なんで私に先に相談してくれないの相談してるじゃん。いや、そうじゃなくて先に。ああ、でもまあ辞めるって言っただけだからさ。え、もう辞めるって言っちゃったら、だってもうそんな辞めないとかまた言え,言えるのをね、やっぱり辞めませんと言える うん、まあ、難しいかな。でしょあなたの性格だもん。やっぱやめピーとか言ってに、笑顔でまたやれるそこで。無理かな。でしょあ、<laughs> やだやだ。ああ、やだやだやだ。もうジンマシン出てきちゃった。そ、そんなんでジンマシン出ちゃうのもうやだもん。えー、もうやだもん。えやだもん。あ、なんか具合悪くなってきちゃった。えー、大丈夫ね。もうやだもん、やだ。 ちょっと私休むからね、もう横になってくるもう横になってくる。くるこんな家族が激増するんですよ。恐ろしいですよ。人魔神ですよ。本当に。まあ、大変ですよね。なんで物価が上がってね、いろんなものが最悪の状態になりそうな時に、そういう時に限って、 会社を辞めるとか言い出す人がいっぱい出てくるんですよ。これはね、社会現象なんですよ。不思議ですけど、本当にそうなの。これはね、イギリスでもそう。なんだかね、社会が混乱してくると、会社辞めようかなっていう人がいっぱい出てくるんですよ。転職しようかないやー、なんでしょうね。おかしくなってくるんでしょうね。何かの影響で。今、ちゃんとお給料がもらえてれば、辞めちゃダメですよね。 収入をどうにかして、だから、あの、今の人だったらね、38万5千もらえてるんだから、今、会社で内緒で、それやればいいじゃないですかね。成功するかどうかね。でも、日本人って変な癖があってね、白黒はっきりしないとダメだっていうところあるんですよ。だからね、いやいや、やっぱり全部やめて、これにかけるしかないとかいう人いっぱいいるの。でも、それってやめた方がいいですよね。だって、うまくいかなかったら、もう、 家族4人、子供がいるんですよ、2人。困っちゃうじゃないですか。生活が行き詰まっちゃってね。崩壊しちゃうんですよ。でも多い。すっごく多いの。あなたももしかしてそういう体験されたことがないですかまたは周りの人にそういう話聞いたことないですかあるでしょう。怖いですよね。私もあるんですよ。夫婦揃って。 その潜在販売にのめり込んで、夫婦で会社辞めちゃった人がいるの。あの、5年ぐらい前かな。で、絶対うまくいくよって。で、自分の知ってる人をとにかくしらみつぶしに入れていくんですけど、やっぱりね、1年以上持たないんですよ。もう知ってる人がいなくなっちゃうから。でね、家族がね、女の子2人いたんだけど、その時中学2年生と高校1年。 バラバラ崩壊。コッパみじになりました。2年前にね。かわいそうでしたよ。本当にね。だからね、安易にね、やっちゃいけないと思いますよ。だから、あの、副業でやればいいんですよね。今やってるのを中心にして、いや試してみようと。試してみてダメだったらダメなんですよ。そんなのに全部100%シフトしちゃいけないと思いますよ。気をつけてくださいね。 もうね、危機的な状況に世の中がなくていけばいくほどね、おかしな行動を突発的に取る人が増えるんですよ。そうなってはいけないですよ。とんでもない方向に転がり落ちていくんでね、気をつけてくださいね。ということで、皆さん、気合い入れて進んでいきましょう。夏、危ないですからね。よっぽど気持ちを引き締めて強く持って進んでいかないといけない。心は柔らかく、気持ちは強く。 前へ前へ進んでいきましょう。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。